と信用分析の判断が売れなくなってきて、当然仕入れても出ないんじゃないかっていう不安があって、ちょっと休みます。今日、東京都が発表した新たな感染者は2198人。先週水曜日の 5.6 倍で、2000人を上回るのは去年9月4日以来、およそ4ヶ月ぶりです。小池都知事は、オミクロン株の疑いがある感染者の割合について、オミクロン株疑い、最新の分析では9割を超えているということで、直面する感染拡大に備えまして、万全の体制、整えてまいります。オミクロン